工学院大学は東京都新宿区西新宿1丁目24番2号に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は工学院大。工学院大学の前身は1887年の公習学校である。明治時代の日本では政府の布国強兵政策の元産業の近代化が進められた。 しかし、近代産業を育成するための指導者を育てる高等教育機関は着々と整備されていたのに対し、近代化を達成するための職工の不足がまだ深刻だった。これを受けて、1887年、現場を支える職工を育成することを目的に、渡辺光吉らを中心とする有志によって、職工学校が東京築地に設立された。 それが、孔子学校であり、現在の工学院大学である。そのような歴史から、東京大学を定年になった人たち、もしくは教授を目指してるのに、教授のポストがない人たちが、工学院大学で教授として迎えられることが多い。公師学校は日本で最も古い私立の工業実業学校でもある。設立時の学科は、土木、機械、電工、造化。 造船、最高夜勤、製造整備の八学科であった。1989年に落成した新宿キャンパスの高層棟は地上28階、地下6階、高さ133.26メートル。大学専用の建物として完成時点では日本一の高層ビルであった。多くの学生は1年生と2年生は八王子キャンパスで学び、 三年生、四年生は新宿キャンパスで学ぶ。そのため一点二年の必修科目を落とすと、八王子キャンパスまで授業を受けに行かなければならない。必修科目が重ならないように配慮があるが、どうしても受けられない場合は出席を免除される。このことから三年時への進級が厳しくなっており、八王子関門と呼ばれている。 八王子関門を通れないと同級生が新宿キャンパスに行ってしまうため寂しい学生生活になってしまう。ただし4年生は所属する研究室によりキャンパスが異なる。体育は1年次で必修になっている。第2部は4年間新宿キャンパスで学んでいた。工学院大学の理念は社会のための科学技術の発展である。2005年4月。 学習支援センターが設立された。現在、数学、英語、物理、科学の基礎講座が開設されている。新宿、八王子ともに設置されている。2004年から2007年まで、文部科学省が公募した2003年度科学技術振興調整費、振興分野人材養成基盤的ソフトウェアで採択された、セキュアシステム設計技術者の育成プログラムが、 技術者能力開発センターで実施されていた。これはセキュリティに関する高度な技術者を育成するプログラムで無料で実施されていた。このプログラムの成果が大学、大学院のカリキュラム及び2008年から開講している社会人向け有料講座に反映されている。工学院大学はそれぞれので 学園祭が行われる。5月には、プレ八王子祭。6月には、みなずき祭り。10月末から11月上旬には、八王子祭。11月下旬には、新宿祭。体育の日には、体育祭が実施される。プレ八王子祭と、八王子祭は、学内の学生組織である、八王子祭実行委員会の主催。新宿祭は、 新宿祭実行委員会の主催で行われる。水月祭りは第二部事治委員会が主催で行われる。体育祭は体育会の主催で行われる。夏休みには主に小中学生を対象とした工学院大学ワクワクサイエンス祭大学の先生と楽しむ理科教室というイベントが八王子校舎で開催される。 情報学部解説を記念して2005年より2012年まで工学院大学デジタルアートコンテストを開催し全国の高等学校より応募された CG を評価し表彰するイベントを新宿キャンパスで開催していた2013年に募集を中止したまた全国の高等学校から応募された理科科学クラブ研究論文の発表会と表彰を 行う全国高等学校理科科学クラブ研究論文も毎年行っている。2007年にエクステンションセンターを設置。2008年からは朝日カルチャーセンターと提携して学習センターを展開している。また、日本の工科系大学として初めて講師学院を設置している。2011年に既存の工学部の建築学科と 建築都市デザイン学科を改組再編する形で、単独の学部としては、日本初の建築学部が新設された。同年、近畿大学も、西日本の大学で、初の建築学部を新設している。私立大学戦略的、研究基盤形成支援事業私立大学学術、研究高度化推進事業。ありがとうございます。